皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてこの画面を大きくしてですねここに記載されている第1条から第7条の文言を一5 1句 び飛ばすことなくお読みくださいどこが1か所でもね承諾できないという方はこの動画の続きを見ることはできませんので <laughs> ここで動画を切ってください全て承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができます <music> LINE に登録してくださいねそしてあのこの YouTube 動画の感想を書いて送ってください ステッカーを販売しております。1枚600円です。LINE でお問い合わせください。令和2年2月21日金曜日草根新聞 FX 中野研究会。今日のね千葉県松戸市はねえっ、ー、と気温が14度まで上がってですねすごくね暖かかったですねもう春って感じで梅の,の花とか咲いてますねそしてまあ、車乗ってるとねもうエアコンつけないとね暑くてしょうがないっていう感じですよ。 私も今日はね車に乗ってねユニクロ行ったんですよねユニクロでちょっとズボン買おうかなと思ったんですけど太っちゃってねあのズボン入らなかったですよお腹が大きくなっちゃってそれでギリギリ入るのがあったんだけどもっと大きいのないですかって言ったらねお店には置いてないって言うんですよねでネットショップであのアプリのねネットショップアプリというかウェブでね えー、ネットショップでは、大きいサイズも売ってるっていうんでね、あのネットで注文しました。<laughs> それでね、すごくショックで、まあ、しょぼーんとして帰ってきたんですけど、まあ、その後ですね、家に、あの埃かぶってたですね、あのランニングマシーンがあるんですよ、家にね。何年前に買ったかな、5年前に買ったかな、4年ぐらい前に買ったと思いますけれども、ランニングマシーン、最初1ヶ月ぐらいやってましたけど、 りかぶっててそれをまたですね、ほこりを拭ってですね、電気を入れて、今日は30分を2本、1時間歩きました、恐怖しました、ランニングマシーンね。で、これからもう毎日ランニングマシーンをやってですね、えー、早急にですね、またベスト体重,ベスト体重54キロですね。 大学,大学2年生の時かなあ、高校生の時ももっと痩せてたんですよ、まあ、中学とか高校の時は体重を測ってはいけないんですけど、52、53キロでしたかね。で、まあ、大学生の時も54キロぐらいでしたから、まあ、そこの体重までね、あのあの減量します。まあ、数か月以内にね。そしてその減量したやり方ですね、まあ、トレーニングマシーン、 一日何時間何分乗ったようだけじゃなくてご飯はえどうしたかって減らしたのか増やしたのかねそういうこともお伝えしていきます YouTube ねちょっと痩せます半分ぐらいにしますからね体重をよろしくお願いしますで本日の話題なんですがまあドル円とね仮想通貨の方を見ていきたいと思いますでドル円の方は 112円まですごい上がっちゃったんですよね、2日間でね。でもこれ、真っ逆さまに下がるって話をちょっとしようかなと思います。で、まずは仮想通貨の前に、えーえっと、ドル円ですね、MT4 なんですけどね、これね。えー、これ、突き足ですよね。でも何度も口すっぱくうように、このペラントフラッグで三角形の線がかけてますよね。でこれし えっと、下に抜けると思ったら上に抜けちゃったんだよね。で、これ上行くんじゃないかってみんな言ってるんだけど、そうは問屋は下ろさないわけですよ。そんな焦るな、焦りなさんな、と。ね、それでまあ、今、これ突き足でしょで、これ週足でちょっと大きくすると、こんな感じでね、ピヨンで、これ、おかしいだろうって。これの、伸びたのくせ毛みたいだろうって、これ、おかしいだろう、ことなのって。ね。 で、よく見ますと、去年の8月にですね、この下のですね、黄色い線、のオーバーシュートして一旦下行ってんですよね。で、これは、下だっつってね、下抜けたから下抜けブレイクで、みんなロング、あの、ショート入れたんだけど、上戻っちゃったってやつで、騙しってやつなんですけど、これ140、そうだなー、これ140ピプスのオーバーシュートがあったんですよね。 で、まあ、今回これ、140のオーバーシュートがあってもね、全然いいよってことで、まあ、だいたい200ピプス、220ピプスぐらいのオーバーシュートがあったかな、今回。210ピプスぐらいのオーバーシュートがあったんだけども、まあ、下が、まあ、140だよね。140ピプスのオーバーシュート。まあ、オーバーしたけで戻ったってやつね。140ピプス。で、今回これが、 まあ、オーバーしたけど、まあ、戻ってこういくはずなんですよね。こうやって円を描いて、そしてそのまま多分下にブレイクしてね、下抜けブレイクして、なぜかって言ったら世界経済すごい悪いから、うん、アメリカだってね、あの報道されてないけどイン、普通のインフルエンザに感染してる人がもう何,万人って何十万人って言ってねで、お亡くなりになった方も何,何万何千人っているんですよ、もうすでに。 アメリカはね、2億7000万人ぐらいしかいないんですよ、あの国民がね。中国1億3000万人いるからねあ、13億人いるからね。だから、どれだけアメリカの方がそのコロナウイルスなんかよりもアメリカの方がやばいかってことなんだけど、それ報道されてないだけなんですよ。で結局、こうやっていくでしょ、下行くんですよ。世界,世界経済、すごい悪いですからね。 で、これが、まあ、今回210ピプスのオーバーシュートで、まあ、あのな、まあ7で割ると2だよね。これ3でしょまあ誤差だよね。140ピプスも120ピプスも、ちょっと浮いっちゃっただけでビューンって下がりますよ、これね。こうやって円を描くように下下がるんでね。まあ今回ね、この黄色いところでショート入れてた人いるかもしれないけど、まあ一旦切られてね、ここの今、ショート入れた方がいいですよ、上からね。 こう大きなところで210ピップスプラスでね利益が取れますからで今回はすごい結成解決済悪いので、まあ、60 <laughs> すいませんさ65位まで下がりますね今回ねコロナウイルスで東京オリンピックが中止になる可能性がねあって、まあ、前代未聞ですよねまあコロナウイルスによってねあのまああれですね無観客試合をやるんでしょうね あの無観客試合ですね、あの東京オリンピックほとんど全部ね、観客ゼロでやると、無観客の、東京オリンピック中止になるわけじゃないんだけど、お客さんゼロ人ってことですね。でこれ、61ドル65円まで下がりますね、うん。で、日本円が売られたってわけじゃなくて、ド、ま、ル、あ、が買われた、これ、ヘッジファンド、ゴールドマン・サックスとか JP モルガンとかね。 あのバブルをあおったんですよね、これね。でも、そんなね、あのそんな無茶苦茶なことをアメリカいつもやってますけど、<laughs> そんなの続かないよって。で、この2日間ね、日中上がってきたんですよね。ここ,こまで行って上がって、昨日またここまで上がったんですよ。まあ、120ぐらいの、100ピプス上がったんですよね。 で2日間で220ピップスぐらい上がったんですけども今日の昼間どうでしたかもう全然上がってないですよね、まあ、どっちかっていったら下がりましたよねこれね下がってますね今日は,、ね、<laughs> で今日はうんっ,って変わってね下がってますねこうやって、えー、今4時間足ですけど123で陰線、えー、ンンつけてますね12時間ずっと陰線ンンつけてます で私の方は今、まあ、2万5000通過しかやってないですけど、まあ、6787円と27ピフス取ってますということで、まあ、1時間足なんですけどね、まああ,んまあんまりね突き足、週足であってまあ日足とか見ない方がいいですね騙されちゃうんでね週足でああ随分オーバーシュートしたなでも下だよ、まあ、下だよねって世界経済悪いからね まああのテレビなんか見てるとさ、朝のね、朝の5時45分から、テレビ東京系で始まるね、まあ、それか、まあ、やってないという人は、B、BS でやってますけどね、日本全国でね、テレビ東京系でやってるですね、朝のモーニングサテライト、モーサテジャーナルなんかってのは、これ100、150円までいくよとかね、あとは、ここの線ですね、懐かしい。 114円50銭のとこですよね。懐かしいところですね。あとはここのところ。実はもうここはほぼほぼついてるんですよね。112円。まあ、20銭とかね。ここの線ですよね。ここの線。ここはつ、まあ、ほぼほぼついてますからね。これね。112円。20銭ぐらいかな、これ。<coughs> でですねで今回ついてるんで、えー、まあ、これでお、えーお、ここでちょうどぴったりね、線はここもそうですけどね線を合わせたので、ここから折り返して下がるということですね。なんで、まあこのペランドフラッグを上抜けたら、あとは横横の横線でね押し量るしかないもんですから、そう、こんな上まで、ね、110円50銭とかね、あの往年の大スターの,、ね、あの線まではいかないでしょうね。 でまあ、よく見ていただくとも4時間、1時間足なんかでもこう横横になってですね、もう垂れ下がってて、増産のお花になってますよね。なので、まあ、30分足でもですねあの逆腕型になってますでしょうこうやって、もう疲れてますよね、これね。そしてこれ75移動平均線がもうちょうど横になってですね、この75移動平均線と接触したら1回、ね、リバウンドするんだけど、 まああのー、リバウンドして、まあ、抜けてきたらもう終わりかなって感じですね今はこの75移動平均線にあの実践このローソク足がくっつくと、ね、反応しますで15分足だともうとの昔にこう一旦ブレイクしてもう1回戻ったんだけどやっぱりもうだめでブーム下抜けてますね5分足はもう逆にえ上に当たって下に下がるって感じですね 75移動平均線ね。75移動平均線っていうのが非常に大きな <laughs>、今、役目を果たしてです,で,ですね、相場でね。ドル円相場でですね、今ここがちょっと、えー、30分足でね、ちょっとぶっち当たりそうなので、ここでちょっと反発があるか、それともストーンって抜けるか、ちょっと反発して、えー、持たなくて抜けるか、そんな感じですね。で、まあ、今、4時35分なんで、 17時になるとですね、今度ヨーロッパ勢が入ってくるんですね、ロンドン市場がね。で、まあ、ロンドン市場のトレーダーっていうのは、ヤクザって言われてるんですよ。むちゃくちゃなことするんですよ。ニューヨークより、ニューヨークトレーダーよりも、えー、取引量も多いんですよね、ロンドンの方がね。でむちゃくちゃばっちゃんばっちゃんやるんで上、上下、上下ね。ガタガタするんで、これちょうどね、15時に、17時にね、ぴったりくっつくように、こう、相場って動いてるんですよ、これね。 ババ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 ー、ドーンってして下がるんだよね。はい。で、結局ですねあの、バブルですね。バブル。で、昨日はですね、これ、ヤフーファイナンスの FX 為替のですね、FX チャートですけれども、これ、冷やしで見ると、えー、これ、ベイドル円で、ベイドルが買われてるんですよね。で、ベイドル買われてるのかって言ったらですね、ユーロも上が,上がってたんですよね。 まあ5ドルもまあ少し上がってて A、A ポンドも上がってるでしょ。だから円に対して全部上がってるんですよ。全部の通貨が。ってことは、円が売られてたんですよ。これはアメリカのヘッジファンドによってですね、例えばカナダドルなんかも上がってたんですよ。スイスフランもですよ。上がる必要ないでしょ。だってカナダなんて中国の貿易ストップしてるんだから、資源国のカナダが上がるわけないんだから。あと、オーストラリアドルが上がるはずないでしょ。だって。 上がってたんですすごくね、小さく見ると。ランドもね、上がってたしね。いや、党のね、人民元も上がってたんですよ、昨日まで。人民元上がるかって。円の方が上がるだろって。だからこれはね、仕掛けなんですよ。もうよく見ればわかる仕掛けです、これね。<laughs> そして、今日、まあ、一時間しでやるとね。 横横になったでしょ。で、仕掛けの金がなくなったんですよ。で、まあ、なぜね、これもう下がるかって、もうだんだん下がってきて、ニュージーランドなんていうのはもう本性を表してガタ落ちでしょ。で、この辺、もう、ベイドルなんていうのはそあの、そんなにね、アメリカの経済なんていうのは、もう、架空経済だから、そろそろバブル崩壊しますよ。ユーロもそうでしょ。こ,うこれ、オーストラリアなんかもう見破られて怒っ,ってますからね。 それで、えー、まあ、ニュージーランドなんて見破られてますよね。速攻で朝から下がってますしね。で、ダイバージェンスつけてるので、あの、この、米ドルもですね、米ドル円、ドル円もですね、今日はもう、もう、もう,もう答え、まあ、答えきれないですね、これね。落ちますね。はい。で、さっきからちょっと落ちてるんだよね、これね。これは1時間足なんですけどね、もう7000いきましたね。 まあだから一 <laughs> 分足とか5分足とか見てもしょうがないんだけどまあこうやって上でね横横になってまあこうやってねまあバーンって上に突き当たってバーンとてして下がるケースもあるんだけど最近はまあ横横になってから下がるってケース多いねやっぱね。 うーんだから、まあ、こういうところですよね。あ、下がったと思ってショート入れるとバキューンとまた上上がっちゃうんですよね。だからこれも気をつけなくちゃいけないですよね。はい。で、今からショートで、これはね、えー、秩序を、まあ、維持しますね、これね。で、アメリカのヘッジファンドの、えー、架空売買ですね、これね。株も為替も架空売買でしたね。これは えー、全戻して、ここ入ってきますね。こう入ってきて、えー、だからここですよね。ここ入ってきて、109円50銭入ってきて、えー、円を描くように下がるよね。そして、まあ、基本的にはここの104 10円50銭まで落ちますよね。うん。円を描,い円を描くんですね。あの、物理法則なんてね、これね。経済物理学なんで。だからこれ104円、 50今からね、脇目もひら振らず、今はもうちょうど頂点なんでね、今ショート入れれば100万通貨でも、500万通貨でもね、ショート入れれば絶対切られないですから、今ね。で、104円50銭いきますよね。今、もう111円80銭になっちゃってるんで、111円80銭引くことの、104円50銭。 あ7円30銭いきますね。100万通貨入れてたら730万もかりますね。200万通貨だったら1460万ですね。200万通貨入れるのには40万必要ですけどね。それ40万が取られるわけじゃないですからね。うん、証拠金で預けるだけで、そ,れそのまま返ってきますから。だから全然、あのいやー、FX って本当素晴らしいなと思いますけどね。はい。おうん、すごいなと思います。だからそう,、ね、そうそうチャンスってないですよね。 年間何回もチャンスがないわけですね。大きなチャンスがね。うん、で今はすごい大きなチャンスが来てて、なんで僕がチャンスだって分かったかというと、四六時中見てるからなんですよ。うん、そのために時間を作ってるしね。まあ、時間を作るためにお金が必要あの稼いでるわけですからね。はいそして今は、7800、え、円、ー、7900円ぐらいですね。 ま、2万5千通貨しか入れてないんでね。2万5千、2万5千通貨っていうのは、大体、そうだな、4 0 0千もあれば、4千、4千あれば、あの、かけられますからね、2万5千。4千でも8千稼いでますからね。倍稼いでますからね、もうね。これ朝ポジション入れただけですからね。で、100万入れたら今200万稼いでるから、トータル300万になってるわけですよね。うん。あの、元、証拠金は取られないですからね。 はいということでですね、えー、そうですね、1時間足で見た方がいい、30分足でもいいかな、今だったら。うん、見るべきだと思います。あとは、これはだから、まあ、先ほどから言っている通り、1 0 4円50銭、まだ行くから750ピープスくらいは取れますよね。ここからもずーっと下が,る下がる一方だから、これ2日間で上がったから、2日間で下がってきますよ。 うん、まあ、ひょっとしたら、もっと早くさ、まあ、下がるかもしれないね。安全な形で、この120ピプスあ、220ピプスは取れるんでね。まあ、あの、誰でも億万長者になれるかなと。こういうのっていうのは年に1回ぐらいしかないですから、今、チャンスですよ。うん。はい、それと、<coughs> <coughs> FX なんで、ああ、仮想通貨なんですけども、えーと、 と、まあそんな悲観することもないかなっていう感じですね。横横なんで、これ以上下がんないでしょ。下がんないってことは、上がるんですよ。これ、横横つって、こう、基礎を打ってですね、えー、基礎を打ってですね、ここの足固めをするんですね。足場を作ってるんですよね、ここね。足場を作って、そして建物を建てるんですよね。でその時崩れないように、横横が続くんですよ、かなりね。で、下が,下がってないんですよね、これね。 下がらないってことは上がるんですだからこれは安心して大丈夫ですねこれねもう少し来週いっぱいぐらいはこ横横が続くかもしれないけどその後ビヨーンって上がっていってね150万から180万ぐらいはいくかな <coughs> 直近ですけどね眠もですね眠、うん、も下がってないですもんねこれ以上ね下がらないじゃないですか これねぐいぐい下がるときって、グイグイグイ下がって、また、ああ、寝ちゃったみたいな感じになっちゃうんですよ。でも、これ以上下がらないんですよね、ここね。だから、足場を作って上がるための、まあ、今、準備をしてるって感じですね。ほ本当そうですね、これね。うんまあ、経済物理学ではそういうふうに言われるんですね。足場を作るって言うんですけどね。でモ,ナ <laughs> モナコインもそうですね。まあ、そうこれ以上下がらないもんね、これね。 3日間下がってないです。2日間、3日間下がってないですね。ビットコインキャッシュも、これ以上下がんないから上がりますね、これね。かなり大きな形で上がりますね。うん。まあ、また50万円ぐらいいくんじゃないですかね、ビットコインキャッシュは。あのビットコインよりはね、あの性能がいいからね、うん。後からできてるから。イーサリアンはもう全然落ちてないし。 うん、完全な、あれですね。押し目ですね、これね、うん今。今買った方がいいですね。買えなくなっちゃうから。イーサリアムは特に。うん、物が、イーサリアムが一番いいからね。イーサリアムが、技術的にはイーサリアムが一番いいですから。うん、いやこんな安く買えるってうのはすごいことですね。イーサリアムね。あ全然、あ、いいですね。形がすごくいいですね。上がりますね。 20万はいくでしょうね。うん、まぁ、ほは50万、うん、僕は100万円の価値はあると思いますけどね、イーサリアムは。もっとあるんじゃないですかうん、100万以上、まあ、200万ぐらいの価値はあると思いますよ、イーサリアムはね。技術がすごいから。うん、多分日本のデジタル通貨はイーサリアムベースですね。うん。契約書をね、盛り込めるんですよね。はい。あと、リップル見てみましょうか。 あ、ドル円また落ちてますね。はい、ドル円、<laughs> ちょっと手元にね、スマホあるんでね、ドル円の落ち葉が半端ないでしょ、これ。半端ないですよね、これね。<laughs> まあ今回はね、 まあ前回もここまで下がったら上がったじゃないかって話あるんだけど今回なんでそのまま落ちちゃうかってわかるかっていうともう全然違うでしょゆ,ゆっくり落ちるんでね形的にこういうところが、ね、ゆっくりなんですよこういうところがバババババ,ババ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 ていくんですよねでこうゆっくり朝から1日かけてゆっくり落ちてきて最後にストーンで押し目つけてあ戻り売りでストーンっていくんですよね うんまあ、前回のそこなんでね、少しまあ、プルバックがあるのは当たり前なんだけど、まあ、プルバックを恐れちゃいけないからね。我々、投資家なんでね、投資家っていうのはまあ野心家であるし、キャンブラーでもあるから、その、期待値計算通りにやればですね、別にプルバックが恐れる必要なんか全くないですからね。期待値計算通りやれば勝つと。で、なぜプルバックがあるかっていうと、これです、さっき言ったように。 30分足でこの75移動平均線に当たってるんですよね。しかもまあ5時前ですね。まあ、4時46分ですけど当たっちゃいましたね。それでプルバックがあってると。いうことで30分足でね、ここ、だからプルバックなんですよ。<laughs> 引っかかってるんですよ、これね。引っかかってるんだけど、これどっちが強いかですね。<laughs> 上がる力が強いのか、落ちる力が強いのかですけど、<laughs> 基本的にはね、私はこの、 ここのとこです、ねまあ、2月、うん、そうだな、2月、昨日だったんだと思いますけどね、2月20日の、まあ、あのグリーンチ、グリーンチ、グリーンチ天文台で、0.00、まあ、そうだな、23時59分かな、23時59分までに、えー、っと、ドル円が112円。 1 1十円20銭をつけたら、まああの、タッチオプション、まあこう1、1回でもタッチしたら、保険金が降りるよという保険を中国が販売してたんだと思うんだよね、中国の銀行がね、それを、えー、大量にですねゴールドマン・サックスとかジ JP モルガンとかね、アメリカの、えー、アメリカのヘッジファンドが、半年ぐらい前から買ってて、 でそれでですねあの、仕掛けてきたということだと思います。だから、まあ、テレビの言うことも信じちゃいけないし、まあ、テレビにはね、為替の,の専門家とかね、えー、ジャーナリストとか、まあ、なんか専門家とかいろいろいますよね。株の見通しの専門家とか、あんな信じちゃダメだからね。結局、なんで上がったんでしょうってったら、後,後付けでね、いや、日本のコロナウイルスの対策が悪くて、 政府が批判されてて、今後ね、日本でもえコロナウイルスに感染する人が多くなっちゃって GDP が下がるから日本円が売られてるんですよとかね。まあそれらしいこと言うんだけど、そんなことねえだろって。そんなことねえだろって。そんな感染たくさんしないって <laughs>。しかもそんなね、感染したからって致死率がそんな高くないですから。 だからあの、むちゃくちゃなんだね。じゃこんな、なんでこなんなね、220ピップスも普通上がらないんだろって、2日間でね。で、これは単なる、中国の銀行がオプションを販売してね、タッチオプション112円20銭でね、で、それをゴールドマンサックスとかね、JP モルガーが達成したかっただけなんですよ。それでもう達成したからやる気なくなってね、あとズル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 。思いっきり落ちますよ、これ。220ピップスは。脇目も振らず。あの、 落ちるナイフをつかむなっていうぐらいに、ね、ストーンと落ちるんでね皆さんもこうね1年に1回ぐらいしかないですよこういうチャンスはねなのであの身構えてですね、えー、まあ数百万そうですね今日の夜がチャンスなんじゃないですか今日の今日一日だ今日の夜だけで数百万稼げると思いますけどね、うん 頑張ってみてみくださいあとビットバンク見ないとねごめんごめんビットバンクのリップルをねあ壊れてるあこれはあれかじゃあ携帯モードになっちゃってるねなんかあれ何だかなきたね リップで30円ですね。30円674ですけど、まあ、これ以上落ちないし、ここか、うん、うん、ここら辺と一緒ぐらいですよね。1時間でしょ、冷やしにしてみようか。やっぱ落ちないですね、これ以上ね。で、陽線出てるから、まあ、上がってきますね、このままね。どのぐらいまで上がるかな。うん、直近でここか。54円まで行くでしょうね。で、去年の9月だったかな、これ。 その前か、2年前の9月ですね、9月21日、9月19日か、74円、75円は行くと思いますよ、今回のね、明けでね、75円までは、スーッと行っちゃうと思いますからね、もう少しのね、辛抱ですから、今はしんどいかもしれませんが、あとね、1、2週間で75円行くと思いますので、ね、頑張ってくださいよ。 リップルね、すごく、リップルはね、何度も話してますけど、リップルは2002年から研究開発やってんだよね。ブロックチェーンができる前から、はい、ピアトゥーピアネットワークができる前から、あの、国際決、国際銀行決済のとデジタル通貨ということで、2002年から研究してるからね、ビットコインができる前からあるんですよ。リップルっていうのは。だからね、価値があるんですよ。技術力すごいから、リップルはね。 はいということでね、今日はこれで終わりにしたいと思います。あ、これすごいね、トレ円ンは。もう、どこまで落ちるか。まあ僕はもう、9800円ですね。あ、追加ポジション投資、ポジションポジやってないですね。なんかやればよかったね、これね。ずっとポジ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 ね。まあ、25000円ですから、25万通貨だったらこれが98000円ですね。はい。25万通貨するたらいくら必要なんだ うん、二5五万円ぐらい必要かな、余裕を持ってね。5万円の証拠金があれば、まあこれ9万8千まあ9万9千になってましたね、今ね。はい、まあちょっと今遊びで、遊びでやってるってね。はい、まあそろそろね、真剣にやるつもりです。ちょっとね、100万通貨以上かけて、えー 1, えー、1日でっていうか、まあ、一月数百万から数千万稼いでね。 やっていこうと思っています。それでは、えー、今日はこの辺で終わりにさせていただきます。皆さんも頑張ってください。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございます。失礼いたします。